今日は2進数を10進数に変換する方法を学習します。まずは10111を例に考えます。ステップ1、一番右の桁から順番にそれぞれ2の0乗、2の1乗、2の3乗とかけていく。一番右の桁は1なので 1×2 の0乗をします。どんな数字でも0乗すると1になるので答えは1です。次の桁も1なので 1×2 の1乗は2、次も 1×2 の2乗は4、次は0ですが0を含む掛け算は必ず0になるので0、最後は1なので 1×2 の4乗は16。ステップ2、それぞれの積を足し合わせる。1足す2足す4足す0足す16は23。よって10111を十進法で表すと23になります。今日はこれでおしまいです。また次回。